和食。それは日本人が育んできた食文化。この写真に隠された和食の秘密に君は気づけるだろうか。質問。うちのお母さんが大根を煮る前に包丁で少しだけ表面を切っていました。理由を聞いたら、これが和食の技、食材を美味しく食べる技なんだよって言ってましたが、それってどういうことですか？料理人の倉田正樹です。その質問には僕が答えましょう。わあ、先生、どこから来たんですか？この日本ってどんな形をしている？縦に長い？そう、南北に長い国土に豊かな自然、春夏秋冬の四季もあって、日本では全国各地で本当にいろんな農産物が作られているんだ。日本で食べられている野菜は150種類くらいなんて言われているよ。150種類？ナスにかぼちゃ、ほうれん草。それに日本は海に囲まれているから、魚や貝のような海産物もたくさん取れる。サンマにマグロ、昆布。そして日本の食文化、和食にはそんな豊富な食材を美味しく食べる技がたくさんあるんだ。和食の秘密その1、新鮮な食材を生かす技がいろいろ。例えば大根一つでも料理に合わせていろんな切り方があるよ。本当に？まずこれは輪切り。おでんの大根はこの形が多いよね。はい。これは乱切り。魚や肉、たくさんの野菜と一緒に煮たりするときによく使うんだ。これは千切り。サラダなんかでよく見るんじゃない？それからこんな飾り切りなんてのもあるよ。わあ、すごい。あと面取りといって、こうして切り口の角を取っておくとグツグツ煮ても形が崩れない。そしてこれ。あ、これです。お母さんがやってたの。これは隠し包丁といって、こうして切り込みを入れておくと煮た時に味がよく染み込むんだ。なるほど。この大根を昆布と鰹節から取った美味しい出汁で煮ると、あー、いい匂い。はい、大根の煮物どう？綺麗。味が染みて美味しそう。切る、煮る、焼く、蒸す、揚げる、これらが和食の主な調理方法なんだけど、それぞれに食材を美味しく食べる技がたくさんあるんだ。わかりました。私、お母さんにも聞いて和食の技もっと調べてみます。先生、ありがとうございました。まだまだ奥深い和食の世界、その秘密は君の今日の夕食にも隠されているかもしれない。